影山。さっきはどうも影山さん。くそガキ。俺は組には入らねえよ。そんな目して仇になれるとでも思ってんのか。誰かが敷いたレールは走らねえって。10代か。自分の居場所くらい自分で決めてえの。狂犬か。今時狂犬ってな、ダセえよ。あんまり話しかけんな。そいつは恐ろしく不器用な内科医だからな。お前がタバコ吸わねえのはそれのせいか。汚ねえし俺の体。ここだけの話、俺はやけどフェチだ。面白えなおっさん。